世界最大の自転車ロードレース、ツールドフランスは20日、プールドワザンからバランスまでの第13ステージ、169.5 キロ、が行われ、ペテル・サガン、スロバキア、が3時間45分55秒で制した。ゲライント・トーマス、イギリス、が総合首位を守った、時事通信社。